アイアン・セイビアーは、ドイツ出身のパワーメタルバインド。ハロウィンの前身バンド、アイアン・フィストに在籍していたピート・シールクを中心に、活動。SF に影響を受けた歌詞が特徴。開発戦2008年ドイツ・ゲルゼン・キルヒエン公演、ピート・シールクとその旧友、開発戦のプロジェクトという形式で始動ファーストアルバム、アイアン・セイビアーと、当面スタッシュ。 ガンマレイのディルク・シュレヒターも参加。同年、ヤン・エス・エッカートが加入。ライブ音源と新曲が混在した、企画版、インタールードから、元ガンマレイのトーマス・ナック、2000年に、ヨアヒム・キュストナーが加入。2001年、創設者、海半線が離脱し、フォースアルバム、コンディション・レッド、2002年から、ピート中心の体制に移行。2004年以降、 ピートはアイアンセービアーと並行してサベージサーカスでも活動。創始者ピートシールク2014年ありがとうございます。